スピノサ聖堂騎士隊ご参着されました。ミラベル騎士団およびダムソン騎士団も未明に王都に入ると、うん、集合状況はどうだ。未だ4割程度かと。動力機関停止のため遠方駐留の部隊の合流が遅れており、王都からも可能な限り騎馬隊を迎えに出して移動のサポートをしております。バカバカしく。反抗のチャンスがあるか。すべてはルクシオール次第。やはり苦しいか。案ずることはない。陛下、ルクシオールは必ず来る。あれは奇跡を呼ぶ船。我らにできることはそのとおり身を整えるのみ。よいな、皆の者。はぁ。ケルシー、サンタローザ、そのホーラには先に伝えた計画通り働いてもらうぞ。って大丈夫かしら私たち。ああ、覚悟するしかないんじゃない。もう、こうなったらそれしかないわよね。頑張ります。うーむ、頼んだぞ。これはそなたたちにしか果たせぬ役目だからな。そしてリリーシーシャーベット、七重のご兼用。先ほどジュニエブルから通達でも予想通り、隅
全ての決着をセルダールでつけるというものでした。今度はアライアンス三公爵が揃って私たちと戦うつもりのようね。セルダールを盾に取られている以上状況は変わらないな。今までの戦いはなしってことかよ。ったくムカつく連中だぜ。とはいえ提示した条件には奇妙な譲歩があったわ。うん、どういうことです？まず首に関してはいつも通り何の制限もなく、さらに今回はマジークの艦隊を好きなように同行させて構わないそうよ。それをわざわざ通告してきたんですか？どういうことでしょう。別に言わなくてもいいことですわよね。そうね、その辺のニュアンスは直接見てもらった方が早いわ。カーチュさん。はい、該当する部分の通信記録を再生します。補給を禁じるつもりはない。それからこの決戦に際しマジークの艦船が機関に随行することを許可する。兵力に上限は設けない。好きなように遠征して構わない。対決の期日は別途送信する。以上。どう？確かにおかしいですね。変な顔をしてたのだ。まるでいやいや言ってるって顔なの。そこなのよ。まさにこれまで私たちはスメさんの地を振るってきたジュニエブルンがこのゲームじみた戦いを主導してきた可能性について考えてきたわ。でもこの様子を見る限り彼にはルールを自由にする権利はないのかもしれない。表情や唇の動きを分析した結果、不本意な情報を提案させられている特徴が認められます。それじゃまさか三公爵の背後にルールを決めている黒マークがいる？だがジュニエーブルは実質的にアライアンスで一番の権力者のはずだ。ああ、姫さんを切り捨てしまった今、誰があいつにそんな命令できる？そうだよね。もはや手段を選んでいる場合ではない。我々にもう後はないのだぞ。すぐにセルダールに攻撃をかけ、その上でルクシオールを迎え撃つべし。将軍、全く機構はすぐに目的を見失う。愚かにすぎるぞ。なーにー、まだ資格を失いたいのか。巻き込まれるのはごめんだ。しかし負けてしまっては元も子もなかろう。それは資格を失っても同じこと。それにまだ負けと決まったわけではない。そうであろう、ジュニエブル殿。もちろん、まだゲームオーバーじゃない。ルールの範疇で戦うだけでも十二分に勝てる。ここで早まっちゃったら水の泡だよ。そんな悠長なことを言ってられるか。万が一今回も負けてしまったら。カルバドス、君が勝手にルールに違反し勝手に失格になるのは構わない。だけど連帯で僕ら全員が失格になるようなことがあったら、僕はきっと君のことをもう味方だとは思わないだろうな。覚悟があった上で言っているのか、将軍。マジーク艦隊の同行を許可せよ。これは確かに想定外の指示だ。だけどまあ、ルクシオール以外は何とでもなるぞ。万が一最悪の事態を迎えたとしても僕らにはまだ切り札がある。さよ、まだ投了する時期ではない。
手にしてよいのだ。すっきりしろ。まあ、カルバドゥスの心配もわからなくはないよ。今回の戦い、これでこけたらもう後はないかもしれない。だが、もはや引き返すこともかなわぬ。そういうこと。バカにしてすぐにこいつら立たせてくれる。まずこの戦いに勝つのが先決。出しに行くのはその後でも。すぐにルクシオールは呼び寄せた。決着をつけようじゃないか。さあ、共に力を合わせ、鍵を手に入れんことを。グッドラック。入ります。しでは、あくまで同行する気はないのじゃな。ああ、僕はまだ負けたとは思ってないからね。ジュニエブル。それにしても夏目、敵側の言葉として君から投降を迫られるとは思わなかったよ。それはわらわのセリフじゃ。我が同胞アライアンスへ向けて投降を迫る羽目になろうとは思わなんだ。まったく皮肉なもんだね。ジュニエブルよ、そちがこれまでわらわをたばかっていた事実は理解した。そちにとってまことわらわは手のかかる生意気な小娘であったじゃろうの。はは、わかってもらえた？うん。じゃがの、それでもなお、わらわは忘れることができんのじゃ。ん？何をだい？5年前、わらわが毒を盛られたとき、そちが率先して身代わりになったこと。幸い、解毒剤があったたものの、そちはあのあと3日の間苦しみ続けておったの。あれ以来、わらわは何人たりとも毒味なることをやめさせた。あの時のそちの命をかけた振る舞い、あれも偽りであったのか。さあ、覚えがないな。記憶違いじゃないの？それだけではない。遊び相手がいなくて、わらわが泣いておった
う時、そちだけはいつもわらわと向かい合うてくれた。あれもすべて策略のうちであったか。ああ、そうさ。摂政として皇女様のお気に入りになっておかないと、いろいろと困るだろ。そうか、そうであったか。甘いよ夏目、いつだって人の行動には裏がある。そんな甘い感情を持ってたら最後に笑うことはできないんだよ。ジュニエブル、それは違うぞ。甘いは人を幸せにするものじゃ。単にそっちはそれを知らぬのじゃ。そうかい。どうやらすっかりその船に順応したみたいじゃないか。安心したよ。でもルクシオールは今から僕が沈める。さよならだね、夏目。ジュニエブル、なぜこのようなことをした？申すのじゃ。ノイエを我が物に、それだけだよ。嘘を申すな。そっちは殺生であろう。国政を犠牲にしてまでそっちが得ようとしたものは何じゃ。夏目、君はもう皇女じゃない。そして僕ももう摂政じゃない。だから答える義務はない。ジュニーブル、さよなら。うつけ者の目、夏目。あ、カズヤ、今の会話聞いておったのか。うん、ごめん、途中からだけど。夏目さん、和也くんは私が呼んだのよ。あなたの決意、和也くんにも伝えておくために。そうか。そうであろうな。決意？ええ、実はね。和也、わらわもそちと一緒に戦うぞ。夏目も一緒にって、その許しを今艦長殿にもらったところじゃ。セルダルでは わらわも紋章着て出る。ココさん、そういうことになったわ。セルダルでは大兵力が待っているでしょうし、夏目さんの機体は火力重視型、参戦してもらえればその存在は大きいわ。でもこれでも皇女なんですよ、夏目は。これでもとはなんじゃ。しっけな、皇女で何か問題があるか。問題も何も危険じゃないですか。
子供扱いするでない。紋章機にマグレーでは乗れぬこと知っておろう。それにこの度の戦いでルクシオールが敗れれば、わらわとってそっちたちと同じくおしまいじゃ。ならば船で見守るよりも戦場に出て少しでも役に立った方がマシであろう。カズヤ君、あなたの言うことはわかる。カーチューサからも同じことを言われたわ。当然の意見でしょう。ええ、通常の判断なら。でもいずれにしても次の戦いで負けてしまったら同じこと。皇女様もろとも私たち全員の命はないわ。さあ、戦力は少しでもあった方がいいですけど。でもソルダム陛下もおっしゃってたじゃないですか、アライアンスと和平の道があるとしたらそれは夏目だって。はあ、でもそんなことを言ったか。ではカスヤ、そっちに聞く。先ほどのわらわとジュニエブルとの会話聞いていて、和平の可能性を感じたか。ああ、それはもはやわらわに人質としての価値はない。ならばせめて戦力にでもなってもらわねばの、艦長殿。別にそういうわけじゃ。そうか、だが実際そうであろう。それに何よりこれはわらわが望んだ道じゃ。案ずるな、カズヤ。必ず大戦果を上げてみせるからな。夏目、そういうことだから夏目さんは一時的にエンジェル隊の所属とするわ。やっぱりそうなるんですね。うん、不服か。ああ、いやいや、夏目さん、こうなった以上隊長の命令は絶対よ。和也くんの指示に従ってね。無論じゃ。戦場では好きなように命令してよいぞ、カズヤ。はい、どうかお手柔らかに。なんだかセリフが逆だけど、よろしくね、カズヤくん。夏目さんも働きを期待しています。お船に乗ってつもりでいてよいぞ、艦長殿。はあ、大丈夫かな、本当。それじゃあ和也くん、早速だけど夏目さんを格納庫に案内してちょうだい。整備班がすでに整備に入ってるはずだけど、ヘイローの調整には本人が必要だから。はい、了解しました。何？もしかして怒っておるのか？別に怒ってなんかないよ。嘘を申すな。明らかに不機嫌そうではないか。うん、ほれ、へそを曲げておる顔じゃ。怒っておる。だって夏目はさ、戦場に出るのってどう考えてるの？どうとは。戦って勝てばよいのであろう。夏目、紋章機乗りの君に今さら言うことじゃないけど、戦闘機での戦いっていうのは前線での戦力の削り合いなんだ。そこには絶対なんて言葉はない。もちろんみんな勝つつもりで出撃するけど、何があっても不思議はないんだ。みんな覚悟を持って戦いに臨んでる。そんなこと
分かっておる。いや、夏目は分かってないね。なんじゃと、この、わらわとって、危険を犯す覚悟はできておる。ほら、分かってない。ブレーナ、何を分かってないと申すのじゃ。覚悟ってのは、自分が撃墜されるかもしれないってことだけじゃないよ。絶対がない以上、出撃のたびに誰かが帰ってこないかもしれない、そういう覚悟もしなくちゃいけないんだ。僕たちはこれから夏目のことも覚悟して出撃することになる。軽い気持ちで参戦なんてされたら、夏目？バカ者、バラワがそんなこと本当に分かっておらぬと思うのか。マジークで皆が出撃した時、バラワはただ祈ることしかできなんだ。戻ってくれ、無事に帰ってきてくれと。もしあの時誰かが帰らぬ身となっていたら、バラワはずっと後悔していたであろう。共に出撃し、少しでも戦力に慣れていれば何かが変わっていたかもしれぬと。そうか、あの時夏目はそんな気持ちで。またあの時のように祈り続けておれというのか。紋章機にだって乗れるこのわらわに黙って心配だけしていろと、そう申すの。ごめん夏目、考えが足りなかったのは僕の方だった。僕だって何かできるかもしれない時に何もしないで待っているのは嫌だ。それを夏目に押し付けようなんて勝手だったよ。本当にごめん。謝る必要はない。謝られるとわらわはどんな顔をすればよいのかわからぬ。うん、それじゃあ改めてよろしく、夏目いざよい臨時隊員。握手か。うむ、よろしくお願い申し上げる、白波隊長殿。しっかり働いてもらうからね、泣き言は言わないでよ。ほざいておれ、隊長のお株を奪う。ガジェも丸取りにしてくれるぞ。ハハハハハハ、何しとんねんカズヤ。あ、コロネさん。ああ、夏目姫はんや。リリーはんと一緒のとこなめかおうだね。ああ、よろしくの。まあ入って入って入る。この人調整は済まへんからな。おい、カズヤ。班長、よろしくお願いします。おう、おめえが夏目嬢ちゃんか。おめえ。ん、なんで鳩が豆鉄砲を食らったような面して。それより見てくれよ、嬢ちゃんの紋章機整備はあらかた終わってるで。はあ、これは見違えるようじゃ。どうもアライアンスじゃ満足な整備ができてなかったみてえだからよ、徹底的にメンテさせてもらったぜ。ネジの一本までこだわってんで。こっちはもうヘトヘトやで、はよ引退してほしいわ。いやーがましい、そうしてほしいだ。早くこの俺をうならせる仕事をしてみせやがれ。なんやと、猛録してうちの仕事よう見とらんのとちゃうか。んだと、やるってのか。
おお、やったろやないかい。よし、方針鏡面磨きでいくぜ。望むところや。夏目、君はこれからこういうのにも慣れていかなくちゃいけないんだ。慣れろと言うても、いつもこんななのか。この二人はこんな感じだね。なるほど。つまり、これがこのモノラの整備技術なのじゃな。勝負にして、お互いを高め合うという。そう言えなくもないかな。5分もしたらお互いの息が切れて勝負はうやむやになるから、そしたら夏目との精神リンクの調整にかかってもらってね。うん。ってちょっと待て、わらは置き去りか。そうだよ、整備くらい僕なしでもできるようにならなきゃ。隊員として最初の試練だと思って頑張ってみて。